こんにちは、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は過干渉と過保護の違い、でこちらについてねお話ししていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。でですね、ありがたいことに今はですね、PTA の連合団体とか、あとは公立の小中学校から依頼をいただいて講演活動なども行っております。でですね、こういった仕事をしていると日々たくさんのね、お父さんお母さんたちから相談をいただきます。まあ、その中でもですね、過保護、過干渉、この違いがわからないとか、この違いを理解していないがために子育てがうまくいっていない、こんな方が結構多いんですね。そこで本日はこの過保護とは何か、過干渉とは何か、そしてそれらの違いを考えるとともに理想的な子育てとは何か、これについてねお話ししていきたいと思います。現在ね、思春期の子供がいる方はもちろん、思春期じゃなくてね、幼少期とかね、大学生の子供がいる方にあってもきっと今後の子育てをね、うまく進めていく上で役に立つと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、まず最初にですね、過干渉とは何かという話からしていきたいと思います。まあ、過干渉という言葉、一度はね、聞いたことあるかなと思うんですけど、これ何かというと、子供が望んでいないことを無理に押し付けようとしすぎてしまう、これを過干渉というふうに言います。まあ、例えば分かりやすい例として、勉強しなさいという言葉はありますよね。まあ、子供がね、勉強じゃなかった時に勉強しなさいってね、親である以上ね、一度や二度は言ってしまったことあると思うんですけど、まあ、たまに言うぐらいだったらね、別に過干渉にはなりません。まあ、子供もね、はーいって言って勉強すると思うんですよ。でもこれをですね、例えば1日5回も10回も勉強しろ勉強しろ勉強しろって言ってたらどうなるか、やっぱり子供はですね、イライラしてきますよね。もういいよ、分かってるよって気持ちになるわけです。まあ、このように子供が望んでいないこと、まあ、子供はね、勉強 しなさいって言ってほしいって望んでるわけじゃないと思うので、こういった望んでいないことをやりすぎてしまうことを過干渉というふうに呼びます。はい、じゃあ次にですね、過保護とは何かっていう話をね、していきたいと思います。で、過保護とは何かというと、これですね、子供が望むことをやりすぎてしまうこと、これを過保護というふうに言います。まあ、例えば、じゃあお母さん、今週末ショッピングモール連れてってって言ったとします。それ、あ、いいよって連れていくとしますよね。で、お母さん、これ食べたいんだ、これ作って、あ、いいよって言うこと聞くと思いますよね。まあ、こういう感じでどんどん要求を聞いていって、で、子供が要求をすべて答える。すべて答え尽くして、さらに他のことも要求を答えてしまう。これを過保護というふうに言うんですね。でもこれって冷静に考えてみてください。現実的に無理ですよね。なぜなら、そもそも子供の要求に全て応えることなんて不可能だからです。もう今の時代ね、特にそうなんですけど、多くの方が家事、仕事、子育て、こういったものをね、両立してやってますよね。そういった状態の中で、やっぱり子供の要求を全部聞くなんて不可能なんですよ。だから、過保護っていうのは、まあ、ある意味、言葉としてはあるんですけど、理想的な子育てのことで、結局ですね、これができている方っていうのは、まずいないってことを理解していただければと思います。はい、次に、最近増えている過保認という話をしていきます。今言ったね、過干渉と過保護、まあ、これがね、よく聞く子育て用語の一つだと思うんですけど、それ以外にですね、最近増えているのが過保認ってやつです。これ何かというと、まあ、いわゆるネグレクトっていうような言葉でもね、表現できるんですけど、子供の、まあ、子育てを一切やらない、一切やらずに子供をほったらかしにしてしまう状態、これを過保認というふうに言うんですね。まあ、例えば子供がタバコを捨てても無視とかね、あとは子供がね、悪さしててももう何も関与もしないとか、まあ、これが過保認です。例えばひどい例になると、子供の料理を一切作らない、ご飯を作らないとかね、子供の洗濯物、まあ、毎日ね、生活してたら洗濯物出てきますよね。こういったものを一切やらないとかね、こういった、まあ、親としてやらないといけないことを全部放棄してしまう、もう子供がね、何してても何も注意しない、まあ、こんな状態を過保認というふうに呼びます。最近ですね、このケース結構増えてきているので、まあ、一度頭の中に入れていただければと思います。はい、次に、どの子育てをしていましたかという話をしていきます。まあ、今言ったですね、過干渉、過保護、過保認、まあ、基本的にね、このどれかにまあ分かれることが多いんですけど、あなた自身ね、どの子育てに該当したなっていうふうに思ったでしょうか。まあ、これ私の経験上なんですけど、もう最近のね、方たちっていうのはどんな割合になってるかっていうと、だいたい 60% ぐらいの方が、過干渉です。で、38%、まあ、これぐらいの方がほぼ過保護です。ほぼ
で、残りの 2% ぐらいが下方に、まあ、こんなような状態かなと思います。下方にはもうちょっと、ね、少ないかな可能性もあります。でですね、まあ、じゃあ理想的な子育てって何かっていうと、まあ、これですね、ほぼ過保護、この子育てが一番理想なんですね。過保護ってこれ何かっていうと、もう一回説明するとですね、結局子どもの要求を聞きすぎてしまうことですよね。でも先ほども言いました、子どもの要求全部聞くなんて無理ですよね。だから過保護自体基本的には行うことは不可能なんです。なのでほぼ過保護っていう言葉を使ってるんですけど、どういうことかというと、子どもが100個要求してきたらできる限り聞いてあげる。例えば80個頑張って聞こうって思うとかね、これをほぼ過保護っていうふうに呼ぶんですけど、まあ、こういう、ね、子育てをしていくのがやっぱり一番理想です。で、これをすればどうなるかっていうと、子供ですね、もう自分の望みだったらお父さんお母さんは基本的にいろいろ聞いてくれるって思いますよね。そうすると初めて人を信頼できるようになるわけです。他人を信頼できる。で、他人を信頼できるようになると、まあ結局ね、お父さんお母さん以外の友達とか学校の先生とか、そういったのも信頼できるようになって、最終的には自分を信頼できる。つまり自信につながっていくわけです。あとですね、過保護の子育てをしていろいろ要求を聞いていくと、子供って最終的にどうなるかというとですね、どんどん自立していきます。もういずれね、もうお父さんいいよ、俺自分でやるからっていうような気持ちに変わっていくんですね。なので理想的な子育てはほぼ過保護、つまりできる限り、要求を聞いてあげる、これにつきますので、ぜひねやっていただけるといいかと思います。はい、本日お話しした内容、こちらね、あくまでも動画ですので、大事な要点しかお話ししておりません。もう少し細かい、説明とか事例ですね、こちらについては私のホームページの方に詳しくまとめております。もしよかったらね、この動画のタイトルの下のところに詳細欄があります。こちらの詳細欄からホームページの URL 貼っておきますので、よかったらこちらもチェックしていただけると、より深い知識になるかと思います。